プジュットはインドネシア、ロンボク島南部に位置する軍。行政区分場は西ヌサトゥンガラ州中部ロンボク県に属する。南部のマンダリカではリゾート開発が行われている。クタビーチタンジュンアンビーチグルプックビーチマンダリカは南部の1179ヘクタールの土地に作られる。予定のマリンリゾートで開発費用は3000億円と見積もられている。 開発は20年から30年かけて行われる予定。経済特区に指定されている。マンダリカには、クタビーチ、セゲイルビーチ、タンジュンアンビーチ、ケリュービーチ、グルプクビーチの5つのビーチがある。サーフスポットとして有名で、インドネシア国内外からサーファーが集まる。西部には高級住宅街が、東部には高級ホテルやビラが作られる予定。開港。 F1 サーキット、イベントコンサートホール、テーマパーク、ハイテクパーク、海中公園などを作る計画もある。2011年10月21日、スシロバンバンユドヨの大統領が、マンダリカリゾート開発プロジェクトの式典に出席し、開発に関する6つの書類に署名した。2012年6月から、クタエリアで開発が始まり、土地の取得が完了した。 2015年12月に開発を加速させている。サデの伝統的な家屋サデは中部に位置する村で伝統的な家屋が多く見られる。ロンボク国際空港プラヤとの群境にあるロンボク国際空港からバスやベモタクシーが出ている。ロンボク国際空港からマンダリカまでは約40分。ありがとうございます。